前にフライデーなんですけどね。あ、あんなハッピーなことないですから。2週間しか付き合ってないショートしてきた、はい、その中で、はい、あなたのどこ回しても大谷翔平発言がさ、はい、ちょっと波紋、はい、ちょっと読んでますね。それについては、いや、だからまずその前にフライデーなんですけどね。あ、そうですね。そこが消されちゃったんで、そうか、ちょっとあれなんですけども、まあいろいろにぎわしてはいますよ、うん、はい、いますし、まああとは、まあ、あの発言は別になんかその選手に言ったわけじゃないんで、うん、あの大谷選手のやつとか、まあでもそこだけ切り取られて回されちゃってるじゃないですか、うん、まあ炎上してる、まあ、で僕は別にいい炎上だと思ってるん で、うん、であれをしっかりあれで見てくれる人多くなったと思うんで、まあしっかり勝って回収して、まあ次の日のテレビのニュースにしてくださいって、はい、それはね、あの俺もいるぞ、ボクシングもあるんだぞということをやっぱアンに伝えたかった。まあそういうわけでもないんですけど、まあやっぱこうやってる競技者から一番思うのは、思うっていうか、なんかまあ自分のスポーツを誇れないやつはもうやる必要ないと思ってるんで、俺はもうボクシングが一番面白いと思ってるんで、ボクシングより面白いのないよねっていうのは常に思ってますから、まあだから言ったわけじゃないですよ。常にもうボクシングより面白いもの、格闘技より面白いものってないし、うん、っていうのは常に持ってますよ、うん、はい、そこはやっぱりどのスポーツに対しても、俺はオリンピック見てもそうだし、他の競技見てもそうだし、いや俺はもうボクシングやってんだからボクシングが一番楽しいでしょっていうのは思います。そこをどう判断するかは分かるんですかね、みんな。この試合の直前にフライデーのああいう報道が出て、はい、なんか心理的な影響ってありましたか？え、何の影響？心理的な影響。心理的なですか？いやー、なんですかね、ここでやってくるかみたいな。なんか今回ことが順調に進みすぎたんですよ。前回はちょっとあのスパーがめっちゃ調子悪いとか、こう、まああのチームを言ってたと思うので、前回分かってたんですけど、その今回は悩んでいろいろあったってあって、で今回なくて、しゃこのまんまだと思ったらああいうのが来て、あ、やっぱあるんだなっていう。でもなんか逆に気合い入ったというか、なんかあな別にあのうわーどうしようみたいな思わないですね。何回も経験してるんですよ。夜もランニングしてるんだよ。夜もランニングしてるそれはそうですよ。あんなハッピーなことないですから、ね、夜も一緒にランニングして、はい、でもね、まだ期間が短いんでどうなるか分かんないですからね、うん、2週間しか付き合ってないのにあんな早くすっぱ抜かるかっていう。あ、何新恋人制限。え、そういうことだろ。いや、まだまだそういうことだろ。時が経ってないのにあんなに早いかっていうのはありますね。宣言はちょっ と、まあ分かんないですけど、真相は闇の中。付き合ってるって言ったじゃん。いやいや、まあジャブは付き合ってますね。距離が大事なんで、ね。